皆様こんにちは。あまり野球に興味のない方でも多くの人が大体知っている大魔神こと佐々木主浩さん。元プロ野球選手で野球での成功はもちろんのこと、競馬用の馬のオーナーとなって引退後も成功したことを皆さんはご存知でしょうか。野球で名を馳せた佐々木浩司さんは競馬界でも大魔神なんです。馬主としての成功者、またその他にも佐々木浩司さんにまつわる噂や気になった内容をご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。まずはじめに、佐々木元プロ、1968年2月22日宮城県生まれ、現在55歳、東北高、東北福祉大を経て89年ドラフト1位で大洋現横浜入り後、91年からストッパーに転向して98年の優勝に貢献し、愛称浜の大魔神は流行語大賞も獲得しました。2000年に FA を行使して米メジャーマリナーズに移籍後、1年目に2勝37セーブで新人王を獲得し、2004年に横浜復帰します。2005年に引退後、日刊スポーツ評論家として日本人初の日米300セーブを記録し、通算381セーブ、セーブ数で史上初のタイトルを果たしています。背番号22は自身の誕生日から由来しているものとし、1968年2月22日午後2時22分とこんなにも2のゾロ目はつくことがあるんですね。ルーキーイヤーの春季キャンプを扱ったスポーツニュースでは、平成2年2月22日に22歳の誕生日を迎えた背番号22の佐々木投手という特集も組まれたこともあり、また市外局番の022が宮城県に割り振られており、宮城県出身の自分にとっては嬉しいと自助で触れていました。MLB に行っても22をつけ続けたといいます。引退後は馬主としても有名で、ビルシーナ、ビブロスで GI レースを制覇しました。その他にもレーシングチームの監督や野球解説者務めるなど活躍の幅を広げています。浜の大魔神こと佐々木主浩さんはプロ野球界の OB で唯一薬物からの更生を目指していた当時の清原和博さんの後見人を務めるなど、懐の広さも見せる人格者です。だがそんな佐々木さんが奥さん以外の女性と密会しているという噂がありました。六本木の飲食店関係者が語ります。実は六本木の中心部から外れ、隠れ家を作りにしたバーがあり、一緒に奥さんの榎本かな子さんではない小柄な美女とその店で密会していたといいます。隠れ家バーとはいえ、何せ佐々木さんは190センチ100キロの巨漢だけに店内でも目立ちまくります。店の前には運転手が乗ったワンボックスが待機しているのですが、ナンバーが往年の背番号と同じなのですぐに佐々木さんが来ているんだなと分かってしまいます。逆に言えばそれだけ堂々としているのでやましい関係ではないのかもしれません。かつて佐々木さんは榎本さんとの不倫の末に離婚されましたが、前妻との間にできた長女と榎本さんとの確執が週刊誌に書かれたことがあります。榎本さんとの間に生まれた2人の男の子は当時中学生でした。この不倫問題で佐々木さんは大きな話題を呼んでいました。不倫、離婚、確執とどんどんとマスコミに餌をまいてしまうような事態となっています。不倫が原因なのに榎本さんは悪くないとし、佐々木さんが長女になんと虐待告発と反論しています。結論から言って真相は闇のままですが、親子の問題でも片付けれないとまでネット上ではなっています。後にこちらについて調べてみると、直接会うなどしてどんどんエスカレートしていましたので、最後にまた内容をお伝えします。佐々木さんと結婚した元女優榎本かな子さんは、佐々木さんの前妻との間に長男と長女がおり、この長女が榎本かな子さんからひどいいじめを受けていたことを激白しました。これが事実なのかどうかは分かりませんが、もし本当のことならば何とも恐ろしいです。実はこの話が出た当時は有名な話だったんですが、やはり元プロ野球選手というのはいつになってもニュース報道が尽きないものです。ご視聴の皆様は元プロ野球選手で不祥事が絶えない方といえば誰が思い浮かびますか？やはり清原さんではないでしょうか。ここからは佐々木さんと清原さんどちらも元プロ選手ということで、2人の関係性がわかる内容をご紹介したいと思います。まず清原さんが孤立する理由の一つに、ヤクザ
も顔負けの入れ墨が上がってきます。2008年の引退直後、右ふくらはぎに竜を彫っただけでは飽き足らず、今は左胸から背中に向かっても上り竜の入れ墨があります。大魔神はこれが我慢ならなかったとされます。そして2人も一緒のパーティーに出席者 A さん1人が承認します。佐々木さんが清原さんに入れ墨を全部消して一から出直せよと諭すように言っていました。周囲はヒヤヒヤでしたが、そんなことを面と向かって言えるのは佐々木さんくらいなんです。もしくは清原さんを産んでくれた母親か。大魔神はパーティー後に清原らを飲みに誘ったと言いますが、家中の清原さんがいると聞くや理由をつけてやんわりと断る出席者が続出。そんな空気を察知したのか、清原は1時間足らずで会場を後にしていました。落ちぶれた球界の番長こと清原さんの最後の友達は大魔神ただ一人のようだったみたいです。そんな中、同世代の大久保博さん、牧原博美さん、宮本慎也さんなどの元プロ野球選手たちが登場し、野球選手の収入事情を告白しました。20年ほど前から1億円プレイヤーの数も増えてきていたと明かしてました。上を見ればキリがないと語るほどで、有名選手でなくても3000万円や6000万円もの額を稼いでいる選手も多いとのこと。また野球選手には報道で明かされる金額とは別に収入が入ってくるという驚きの事実が発覚します。完封や人勝ちするごとに何百万というお金がもらえるというこの事実は実はあまり知られておらず、驚きの声が上がっていました。そんな中、佐々木選手が現役時代に稼いだという驚愕の収入額を明かしました。さらに佐々木が特に高額な報酬をもらっていたと話題に。佐々木は日米ともに浜の大魔神または大魔神の愛称で親しまれ、横浜ベイスターズ、シアトルマリナーズに所属。当時の収入について佐々木からは、日本円にしたら10億円くらいと予想をはるかに超える高額な報酬をもらっていたことが判明しました。さらに報道によると佐々木の生涯年俸は48億5000万円だったと、これまた桁違いな額が明かされましたが、この金額について佐々木さんは、それは多分アメリカだけだと思いますと、実はマリナーズ時代のみの額だと説明し、日本合わせたらもっとだと思いますと、実際のところはそれ以上の報酬だった証し、スタジオは再び驚愕の声に包まれていました。ところで前述した内容の気になる伏線回収ですが、榎本加奈子さんは未だに美人で、佐々木一博さんの長女に対してとんでもない発言をしていたことで、やはり魔性の女だと言われていました。ツイッターには真実味のある内容から行き過ぎと、どちらも賛否両論で、事実だとしたら恐ろしすぎる。というより佐々木さんは何してるんだろう。見て見ぬふりとかだったら最悪だわ。逆に違ったら当然名誉毀損で訴えるわな。榎本加奈子が佐々木一博の連れ子に虐待、法的処罰とまで堂々と記されていました。最後に佐々木一博さんの所有馬や馬主としての成績について見ていこうと思います。佐々木一博さんは2006年5月16日に NAR 地方競馬の馬主登録を、2006年11月には JRA 中央競馬の馬主登録を済ませて念願の馬主生活をスタートさせています。ちなみに馬主になるには一定の条件があるので、一種のステータスと言われています。今後も継続的に得られる見込みのある所得が過去2年いずれも1700万円以上あること、継続的に保有する資産の額が7500万円以上あること、つまり宝くじなどの一時的な所得だけでは馬主登録をすることができず、安定的な社会的地位と所得が入り続ける人しか審査に合格できない仕組みになっています。中央競馬の馬主として最初に所有したのは後前山神宮で、大きなレースを勝つことはなかったものの、約7500万円もの賞金を稼いで引退しました。ちなみに佐々木一博さんは中央競馬で所有した20頭で約24億円の賞金、馬主の取り分は 80% を獲得しました。まとめて書くと簡単に思ってしまうかもしれませんが、多くの馬主は G1 を勝つことができませんし、佐々木一博さんのように馬主生活が黒字になる例は極めてレアケースです。いかがだったでしょうか。今回は大魔神佐々木について深掘りし、娘さんの際どい闇のお話をご紹介させていただきました。まさか虐待
とまでなってるとは思いませんでしたが、佐々木さんご自身は今後も活動していくとのことです。今後の馬主としての活躍にも期待しております。ご視聴ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。それではまた。